あ、そうだ皆さん、卵といえば今パークの花壇に咲く花々の中にはイースターエッグ工場から逃げ出したいたずら好きの卵ウサタマが隠れていることが隠れていることがあるらしいですよ。ねねねね、口が回らない。あ、見てください皆さん、こんなところにもウサタマが。ウサタマもお花が大好きみたいですね。皆さん見て見て、もっと近くで見て。1.8 じゃないのね。あの人身長 1.8 センチじゃないです。180 180 1.8 ね、 1.8 ね。違うの、ここ着地点どこなの。大丈夫、まだ続ける。いい、もういいのね。分かった分かったよ。さあ皆さんも今パークに咲く花々を探すとともに、可愛いウサタマたちもぜひ探してみてくださいね。それでは最後に、今日一日皆さんが思いっきりパークを楽しめますように、私たちが歌でお見送りをさせていただきます。どこの365日願いが叶う魔法の国なのさ。皆さん今日一日たくさんの笑顔の花を探していてくださいね。ラララ